はい、こんにちはでございます。2020年ですね、1月の20日の月曜日ということで、まああれですよ、ちょっと時間あるかなということで、ここに来て、います。なんか最近ね、ここでやることが結構多くて、近場といえば近場なんですけどね、今日はもう久しぶりにいい天気で、どうしようかとかって思ってたんですけども、まあ週明けの月曜日ということでね、とりあえずやっとくかみたいな、そういう流れなんですけども、風もそんなに強くないし、あとはもうこっちの調子だけなんですけども、あんまり調子が良くないと、そんな感じですね。なんでしょうかね、風っていうか、もうね、もう最近は風というよりもインフルエンザという感じで、じゃあインフルかということなんですけども、なんでしょうね、やっぱりこう、新しい年を迎えて、なんとなくこう世話しないと、そんな感じかなと、思ってもいるんですけどもね、ちょっと調子がね、いつもよりなんか、全体的な流れがちょっと早いんじゃないかと思っちゃうんだよね。まだだって1月だよな、1月、今日20日ですから、そんなにね、のんびりしてるわけでもないんですけども、1年の12ヶ月の流れというものを考えてもね、まだ冬ですよね、だからそういう意味ではちょっとどうなんだろうと、そんな感じですね。なんかこう、せかされてるとかね、なんでしょうかね、なんかこう、ちょっとじっくり構えて、まだ冬ですから、春の終わりぐらいっていうか、ゴールデンウィークだよね、ゴールデンウィークあたりぐらいから、なんとか本調子で、春のスタートダッシュ、そんな感じで思ってたんですけども、今年はちょっと早いっていうか、なんだろうね、このせわしなさというのは、俺だけでしょうか、そういうふうに思うのは。令和という年になって、そうだね、やっぱりその昭和、平成、令和ときて、もう残りがね、もう俺なんかもう残り少ないですから、なんかそういう意味でバタついて焦ってるのかなというような感じもしないではないですけどもね、なんかよくわからないね、そんな感じはしますけども、なんだろうね、一体このせわしなさというのは、まだ節分も来てないですよね。節分も来てないし、春ですね、だから桜も咲いてないと、そういう時期なのに、そんなことはどうでもいいやみたいな雰囲気、一体何なんだろうな。今までね、あんまりそんなことってね、なかったような気がするんですよ。あとやっぱり地域的な問題っていうのもあるのかもしれないですけどね、そういう意味ではそんなに焦ってどうすんのというね、そういう感じはしますけどね。一つの流れっていうね、一年の流れっていうものがあると思うんだけども、どうもそこから比べるとね、もう2月の予定とかバンバンね、どうしたらいいんだろうっていうね、ろくなことはないんですけども、2月もあれやってこれやってみたいなね、そんな感じになってるんですよ、だから1月は本当何も考えてなかったんですけども、気がついてみればもう20日、3週間、あっという間だよね、嘘みたいな感じなんですけども、2月3月とも
なんか本当にバタバタというね、まあそんな感じです。一体これは何なんだと、もう少しのんびりさせろよと言いたいところなんですけどもね。と言いながら昼間から週明けの昼間から、公園のベンチで、なんかこう、録画をやっておりますけどもね、本当に何だろうというね、本当そういう感じがします。まあだからまあそういうことが異常だっていうのはよくわかるんですね。やってることがね、異常ではあるわけですけども、じゃあ例えばそれがね、普通の状況だとしてどうだよって話だよね。まああんまり変わんないような気がするよね。まあとにかく、まあ世の中自体はそんなに景気がいいわけじゃないし、なんていうかこう未来があるっていうかね、そういう感じも全くしないんでね。じゃあどうするんだと、やっぱりそこは少し考えれば、考えていろいろやった方がいいんじゃないのって思うんだけどさ、なんか気がついてみれば考える暇もないっていうかな。まああとね、やっぱり一つはやっぱり、体力がないっていう、なくなってきてるって感じだよね。ですから今日あたりもね、だからもう寝る時間とかね、まあ寝てるんだよ結構ね、寝てる、だいたい5時間から6時間は寝てるんですよ。だから、普通に寝てるよなっていう感じはするんですけど、どうもその寝る分配みたいなものがねおかしくなってるみたいなね、そんな感じで今日も4時ぐらいですかね、5時ぐらいに起きたんですよね、朝のね。で昨日寝るのが1時ぐらいかね、だからまあ4時間も寝てるんですけども、妙に眠たくなったりとかねするわけよ。でやっぱりあとね、やっぱ体調の方もねね、そんな体調とかそういう話するとね、やっぱりもうまたよって感じだからね、まあそれはそれで、あれなんですけども、いやでも本当にね、本当あれですよ、体調っていうのはねやっぱりそのいろいろな意味で影響ありますからね、気をつけた方がいいですよ。まああれだよね、俺もまさかねこんな、ライフスタイルっていうかな、そういう流れを考えてね、まさかねこの年でこんな、ライフスタイルというかね、おかしいなっていうかね、想像もしなかったっていうね。もうでもこれ70過ぎぐらいのあれですよ、感じですよね。だから70前ぐらいまではね、体もまあある程度、まあ元気でっていう感じだったんですけどもね、ここもう去年あたりからもうがっくりですからね。それに伴っていろいろとこう計画っていうんですかね、あれをいろいろとこう見てみると、いやーやばいねこれはっていう感じね。計画がまあ特にやっぱりね、ここ数年ですよね、ここ数年やっぱり、まだまだ元気だっていう、そういう中での動きですからね。まあだからある意味そんな、まさかこんなことになるとはっていうね、そういうのもありますし、やっぱりかなり状況は悪いこと悪いよね。だけどまあ一つ一つね、やっぱりその体調なんかもできれば良くしていきたいんですけどね。まあ良くなるのかどうなのか。まあやっぱり一番なんかこうね、去年まだあれだよな、1月の20日だからまだあれだよね、入院するところまでは行ってねえから、その弁膜症みたいなね、心臓弁膜症みたいなことを
はあまり全然考えてなくて、イケイケゴーゴー小池屋ですよね、ガッツン行くぜみたいなそんな状況で、それまでねやっぱりロスタイムがめちゃめちゃあったから、ロスタイムあるからな、なんとかもうちょっとって焦りながらねバタバタやってたんですけど、入院した後ですよね、やっぱり体の調子をこうなんとか良くして、体勢を整えるみたいなね、実はそんなに、簡単にはいかなかったってことだよね、予病というものが、あちこちで出てきて、逆に言うと今ねそっちのそのなんていうの、結局一番最初のねあれの入院したやつに関しては息切れとか循環器系のね、問題っていうのは、結構ねあれで、そこから派生する、まあ、ここだよね連鎖ってやつだな、ここから派生する糖尿病みたいな話になって、でなあはっきり言って糖尿病なんてなる予定全くないしね、あそれはね飯は食うよ、銀シャリとかはね食いますよ、たくさん食いますよ、だからまあそれがやばいって言ったらあれだけど、例えば糖分だとかそういうものはまあ一切食ってなかったからね、一切というかほとんど食ってなかったからね、まあ疲れた時に甘いものとか食うけれども、まあそれの量があったとしてもね、そんなんでもないし、うん、だからむしろあれでも粗食だもんね、一汁一菜、それでもう塩分がアウトになっちゃって、今度糖分じゃない、だからもう食い物がなくなっちゃうってことやな、だからそこら辺の問題も結構あってね、どうしたらいいんだろうとね、でまあ動けば動くだけ体力使っちゃうんで、じゃあなるべく動かないようにしようかとかね、無理しないようにとかって思ってたんだけど、逆に言うとあんまり動かないっていうのもね良くないみたいで、そうすると本当にどうすりゃいいんだみたいなね、まあそういうことになってくるわけだけど、ね、でまあそれがやっぱり連鎖していくわけでね、で、やっぱりこの緑内障っていう目の方ね、目が見えなくなるよっていうところとか、あとは歯槽膿漏っていうかな、歯槽膿漏じゃない歯周病か、歯が抜けちゃうっていうね、ここにこう連鎖してくるわけで、でそれとあとだから心臓絡みでしょ、もうなんてもうなんか時間ねえよな、はっきり言ってな、もういつくさばるかみたいな、ね、だから先生もそうだけどね、倒れたらすぐ言ってくださいね、倒れたらわかんねえってね、そんなことでね、すぐ救急車呼んでくださいってね、倒れてまったらわかんないじゃないかでヘルプマークって話になるわけだけどさね、またヘルプマークもなんかまたぐち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 ね、もう本当にもう世の中忙しいのにそんなものぶら下げて助けてってのはねえだろうみたいな話とかさ、まあ世の中ね本当にもうなんだっていうね、そういう感じだよね、まあそれもこれもやっぱり、世論というかね、そういうものがやっぱり、相当厳しいっていうような状況になってきてる、要するに不況とかさ、そういう問題が結構多いんじゃないかというふうに思うんだよね。昔はもっとそのいい加減だったけど気楽だったよね。で長屋とかそういうところだとね、大家さんとかね、それからね若旦那みたいな感じでね、若旦那また遊びに行ったんかいみたいなね、そんな感じでもういろいろしょうもないねとかってやってたわけですけどもね、長屋話とかねいろいろ落語もあったけど、でも今はなんかそうじゃないですかね、バチッバチッとね、資格とかね、何が資格なんだよって話だよな、生きていく上で資格はいるのかと、ね、年収がいくらだとかさ、だから俺ら若い頃なんかそんなものがなくて、まあ人は見られたと思うけどね、不動産屋さんの親父とかなんとかにこいつはやばいかもしれねえよなんて、人は見られたと思うけど、そんな、ね、資格みたいなね、ことはないし、全部だからいろいろ絡んでくるからね、そういうものがね、だからもうね、結構ね、なんかおかしな話になって、世の中自体がね、そういうおかしな話になってることはなってるわけだけど、まあそんな中でね、いや本当にこう
でまああれだよね、本当面白いね。だからいつも言ってるようにさ、薬を飲んでさらに気をつけなきゃいけないっていうおかしな話だよね。体調が悪いから薬を飲むわけでしょ、ね、だからそれで体調が良くなって、薬をやめてとか、それが普通なのにさ、薬を飲んだらだから体調が良くなるはずなのにね、薬を飲んでもさ、いろいろとこう日々節制して、それで、なんとか持ってるって、どっちがね、だから俺らが普通にこう節制してさやるのがいいのか、薬を飲むのがいいのか、どっちかにしてくれよって話だよね。いや本当によくわかんないですよね。だから薬、俺らはやっぱり俺らってか、薬はやっぱり効くもんだと思ってたけども、なんかあんまりね、そんな感じもなくて、それとやっぱりあとね、知らないことがいっぱいあるわけで、ね、治るのか治らないのか、薬があるのかないのかも本当はわからないっていうね、そういうような流れというのが結構あって面倒だよね、本当にね、どうしようもないよね。まあまあそんな中でさ、具合悪くなってくるわけですけど、でまあじゃあどうしようかっていう話になってきたら、やっぱりもうどうしようもないんだよな、これが結局な。だからまあなるべく規則正しい生活して、無茶しないっていうことだったら徹夜とかしないとかな。で食い物も暴飲暴食はいけねえぞということでね、なぜ塩分も糖分もダメですから食うもんないですよね。しょうがないからね、しょうがないから薬飲んでるよって、薬飲んでるじゃない、薬食ってるよって話。まあ、それもまたね、だからそういうような状況の中で、未来があるのかっていう話だよね。でまあ平均寿命というのがあるわけだけど、平均寿命まではまだまだ先の話だからね、どうするのかと。であんまり薬飲んだりなんだりして、なんていうか、規則正しい生活はもともとしてなかったから、そんな生活も無理でしょいろんな意味で、そういう意味でね、無理だから。でそうするとどうやってったらいいのと、ね、でまあ普通にやってたらこのまま無理だろうと、ね、体調も悪いし、実際のところね、だからやっぱりそこだよなと、ね、だからまあなるべく無茶しないようにね、寝れるときは寝て、食い物があるときは食って、食い物があるときは食ってって。食える時は食ってってことだよな、だって何食ってるのか分かんないんだからよ、そういう意味でな。ほんとね、むちゃくちゃな話ですよ、だからそういう意味でね、まあそこら辺もやっぱり今までの状況と全く変わってきてるってことだよね。若い時はほら何でも好き嫌いなく食いなさいよって話だけども、塩分だ糖分だって話になれば好き嫌い以前の前、ね、問題で、そんなもん食うなって言われてるのと一緒だからね。じゃあ最初から言えよって話だよね。薬飲んでも治らねえんだったらさ、もっと気をつけるよな、普通だったらな。これもさ、やっぱり早く言えよって話だよね。じゃあなんかやっぱりほら、この国っていうのは結局主な産業ってもうなくなってるわけだから、結局そういうふうにシークレットこっそり言ってさ、ああ引っかかったみたいな感じで、じゃああんた薬ガンガン飲みなさいってね、薬代払いなさいみたいな、そういう経済で成り立つような、卑屈な国になってしまったのかというね、そんな感じもしないではないよね。もっとなんていうかな、普通にさ、だから普通の常識みたいなものが全然通用しないと、本当にわけのわかんないね、感じですよね。いいことが、何がいいことなのか、何が悪いことなのか、ね、本当そこら辺がさ、むちゃくちゃな状況になってくるんじゃないかと。実際なんか、まあ、ちょっとネットとか見たらさ、なんか美空ひばりのね、今年の紅白かなんかか、まあ、テレビではテレビないからね、もうテレビ見ないし、ドラマも見ないし、だからあんまりこうなんて言うんだろうね、そういうのがあっても、
気にはなんないんですけどね。やっぱ紅白歌合戦はね、これもやっぱりあの、イメージ的にやっぱりあの国民的番組ということでね、やっぱりあれ我々は残しておいた方がいいと思いますよ。でそういう面でね見て、話題になるとちょっとあれなんだけど、あの美空ひばりさんのそのなんだあの、グラフィックで作った映像だとかあと声だとかそういうものっていうのを、一応全部ではないけどね、ライブの紅白全部ではないけども部分的に見たんだけどさ、すんげえ気持ち悪かったんですよ。なんかねやっぱり、まだまだだなっていうね、やっぱりその確かにね似てはいるんだけども、実際にじゃあそれに感情移入して、本物に見えるかったら全然見えないんだよ早い話はね、だからそれでどうよっていう話がすごくあってね、昔ほらあの音楽で打ち込みってのあったじゃないですか、ミュージシャンが、ね、楽器を弾くのではなくて全部だからリズムとかそういうものを計算で、コンピューターで作っていく打ち込みってのがあってさ、それを聞いたらほとんどがもうつまらない音楽ばっかりだったっていうか、これ音楽かよってね、要するにその人間がやってるその微妙なズレとか感情みたいなのも一切なくて、あまりにもこう正確すぎて、なんかちょっと違うんじゃないかなっていうふうにね結構思ってたんだけど、あれのやっぱりグラフィック版というかそんな感じなんだよね。で結局人間というのは年を取るわけで、ひばりさんが亡くなったのは確か50代だと思うんですけど、だいたいそれ以前ぐらいのまんまのね、状況なわけで、まあ、それはそれでいいんだけども違うだろうとなんとかね、ね、ひばりさんそこでストップしてたとしても俺たちはもうそれから20年ぐらい経ってるわけだから、やっぱりそこら辺のこういろんなねあのシワの1本や2本3本それからいろんなもの全部含めて、じゃあね、美空ひばりの新曲というかそういう CG で蘇るっていう、そういうようなことがあったとして、じゃあどうよっていうことになった時に全くだからあの気持ち悪いものになっていたっていうね、それをなんだっけ、誰かあのミーシャンの人がね、言っただけでなんか僭越であるとかなんとかで、やってるわけだけど、もうおかしな話でね、そんな話題にもなるようなことではなくて、ちゃんと見ればわかることなんだけどさ、やっぱひどかったねそういう意味ではね。先行きね、例えばあの打ち込みの音楽もそうだけど、久石譲さんみたいにさすごい人が出てきて、それがもうバッチリこう決まっていく、歌が感情を持つみたいなね、リズムが感情を持つみたいな、そういうことっていうのはこの先出てくる可能性もあるんだけど、まだまだねそこまでいかないな、そうなんだよ。であと NHK もね、本当にね、姑息というかね、美空ひばりさんが蘇ったっていうことで聞いてる人が涙流すとかね、あんな映像つけるなよって話だよね。実際に NHK ホールのね客はどういう顔して聞いていたのか見ていたのかっていう、そっちの方だよね。あんなもうあのフレームでね切り取ったね、もう年寄りがみんな泣いてる顔で、美空ひばりさんがね蘇ったみたいなね、そういう映像の嘘をね表向きに作るなよって話だよ。本当にねだからこれもそうなんだけどさ、映像は本当に作れるからね、嘘ばっかりだからね、映像もそうだしやってることも嘘ばっかりだからね、本当のことなんかないって、その本当のことがないっていうことが大切なんだよ。嘘の中に嘘を探せ、本当のこともしかしたらあるかもしれない、嘘なんだからって、無駄なことなんだからこんなことなんていうのは、そこで探さないとどうすんだよ。本物なんてその辺に転がってるわけないじゃないかよ。ねえ、本当にもう、ブランドもんだって偽物ばっかりだろ。だからそういうところをさちゃんと考えろよ。
どうしてそういうところを考えなくなっちゃうのかな。もう本当コントロールされてるとかね、オリンピックやっちゃうぞとかね、オリンピックの嘘なんて本当にすごいじゃないか。でもその中に本当があるかもしれないし、ないかもしれない。本当を探せね、そういうことだと思うんだよ。だからまあそれはいいんだけど、それをさ、もうもったいぶった記事に書くんじゃねえよって話だよね。もう想像力働かせるよっておかしいだろそれ本当に。なんかね、まあそういう感じ。美空ひばりさんのあれを見てて、いや本当にね、一番最初見た時気持ち悪かったんだ。ね、でもなんかそれは見た感想だからね、もうね、だからどうのこうのっていうことだったんだけど、いざね、ああいうね、あれは冒涜であるとかね、そんなことをね、あのミーさんの人は言ってたけども、そんなこと言ってもしょうがないことだからね、それでもね、やるやつはやるんだよ。でもそれはやっぱりまだまだ技術が足りないっていうことかもしれないけどもね、完璧だったらね、こんなにね、あの普通に起きることはね、何の価値もないから変な話ね、普通に起きることは普通に起きるんだね。なんか道があればそこに人が歩いてなきゃおかしいだろうね。まあ放射能でも降ってる話は別だけど、それにはそういう風に理由付けがあるとね。だからこういう道だってね、なんかわけわかんない個人情報だどうのこうのだあだこうだって言うから、なるべくね顔が映んないように、しているけどね、多分ね今まで、今までって今日は1回ぐらいだろうな。それはまあカメラの目の前に来たら映るに決まってんじゃねえかよ。だけど普通に歩いてる分には映らないような設定してるからさ、そこはまあ NHK と違うところだよ、ね、気遣いっていうのはそういうことなんだよ。今もね、ちっちゃな女の子がステップを踏みながら歩いてきたけどね、映らないでしょ。だからまあ絵的にもつまんない絵になるんだけど、でもやっぱりこれだけ空がね真っ青だと気持ちいいよねっていうのが伝わればいいんだけど、伝わんなきゃ伝わんないでしょうがないけどさね。なんせ、どこまでごまかせるかっていうのがごまかし君ダイアリーだからね。いやそんな大げさなもんじゃないよ、普通にやってるだけだからさ。まあそんな感じでね、妙に盛り上がってしまいましたけど、美空ひばりさんでね、だってさ、まあ休日前のさ金曜日の夜とかさ、なんかこうちょっと時間が余ってる時に YouTube なんか覗くとさ、美空ひばりさん絶対出てくるっていうか見ちゃうじゃんね。この歌今日聴きたいなとか、いやこの歌は雰囲気じゃないからこっちだなとかね、港町13番地は当分いいやとかね、そんな感じでね必ず出てくるんじゃねえかよね。あと横浜ファンキートンクブルースとかさだから そんな歌なんだからさ、何も CG で出さなくたって、まあ年寄りは YouTube 見ねえか、そういう意味ではな、てかパソコンできないかもしれない、もしかしたらね。ああそうだ、そういう意味ではね、もうちょっと今日パソコン、ここ数日ねパソコンの携帯でさ、電話番号にほら電話入れて、でそこでなんかこう秘密のコードとかもらって、それがパソコンに打ち込むっていうのがあるじゃないですか、ね、あれがねなんかわけわかんない、また今度ねなんでもね携帯電話に入っちゃうようになっちゃったね。これもねそういうねやり方に関しての状況はすごいよくわかんないよね。いろいろとこう本人確認をちゃんとしなきゃいけないっていうのはね、それを安易にさ
使ったらどうなるかって。こっちはだから当然のことながら、ね、電話することによってコードをもらってそれを、パソコンから打ち込んで、本人確認して OK だけど、ね、それなりのさ、それをする理由があるのよ。ところが全くね、ちょっと確認とかね、なんかよくわかんないんだけど、それを押した瞬間にまたピッピピッピ鳴るわけよ。であれただじゃねえからな。で当然こっち側が要求しててそれで来るんだったらまだわかるよ。要求それはもうなんていうの、ある意味その機械的には要求してるのかもしれないけど、気持ち的には要求してないですからね。それでね、まだまだ慣れてないのかどうかわからないけどもさ、もういつも踏んじゃうんだよ。だからね、最初なんだこれはってことでね、7回か8回ね、ピッピピッピなって、携帯にバン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 だからコードが送られてくるんだよ。これさ、今まで携帯の電話なんか全然さ、かかってこなかったものがさ、ねえ、パッパカパッパカかかってくるじゃない。で要するにその必要のないことはやらないから、っていうことなんだよ結局は。だから携帯なんてのは必要があるからやるんだって、必要のないことは携帯でやらないからね。例えば固定電話だとか会いに行くとか、デスクトップのパソコンだとかっていうんだったら例えばいろいろやるってことはあるけれども、携帯なんてさバカ高なんだから、はっきり言って高いんだからもともと料金がね。そしてあと分かんねえんだから、泥棒みたいなもんでしょ、早い話がね。だからなるべく使わないようにってしてるのにさ、もうちょっとやっただけですぐね、認証だなんだかんだでピキピキ動くっていう、それはないだろうっていうことなんだよね。で結局苦情というかどうしたら止まるんだと、ね、そんなもう30秒に10秒に1回なんて、こっち側としては望んでないからっていうね、一つだけで十分だから、なんか知らないけどあちこちにボタンがあってそれをなんか地雷のように押してしまえば、バン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 ね、電話がかかってくるみたいな、そんなのやめてくれよって言いたいんだけれども、言いに行く場所がないでしょ、ね。なんか知らないけどパソコンになってから要するにそのお店もさ全然ないし、なんかやるにしてもさ電話もできないしさ、ね、あとはなんか、自動化なんかでさ、なんとかの申し込みは何番とかそんなのしかないから、苦情じゃなくてメールで送ってどうのこうのだから、めんどくさいんだよすっごくね。商売の原則としては間違ってると思うけどね、絶対ね。めんどくさいから、ね、客なんてのはめんどくさいもんでね、いつもそうよ、客はめんどくさいんだよ。だって分かんねえから聞くんだからさ、ね、でやっぱり向こうの方はこう今度からこういう風にしますからっていうことでいろんなこと全部分かってるからそういう風にできるけど、こっちは分かんねえからじゃあそれはどうなるんだって聞くわけじゃない。めんどくせえんだからそんなことはよ。それはね向こうとしてはやりたくないよ。でそれでいろんなことで、そういうのを阻止してきたけどもさ、結局最終的にはやっぱり話し合いっていうか、ね、聞いて、納得しないと動かないからね。例えばね、OK の人は1番を押して、ダメな人は0番を押してくださいとか、そんなことじゃないからさ、はっきり言ってね。だからまあそういうことでね、あれと一緒だよ早い話が。マイナンバーでもそうだし、住基ネットでもそうだけどもさ、なんだかんだ言いながら全部パソコンで、というかそういうコンピューターでやるようにしてみたいなね。で結局書類を破棄しようみたいなことだけど、一番ね分かりやすくてちゃんとしてるのは書類だろうと、紙だろうっていうね、そこの部分だよ。で散々盗まれたりさ、故障したりとかって大騒ぎしてさ、まあ要するにその産業も何もないところだからね、何もない国になってしまったから、そういうところで、金額が動くってことに関して、それでね、経済が成り立つっていうことなのかもしれないけども、それは違うからはっきり言ってね、やっぱおかしなことはねやんない方がいいんだよ。ね、本当そういうことだからさ、本当にね、もう
なんていうかな、もう本当にだから、だから紙とか残ってたらもう全然問題ない。いろんなね、あの難しいことに関しても証拠なりなんなりだってちゃんとね、要するに紙とかそういう証文とかもそうでしょ、ね、パソコンだとかメールだとかそういう記録がね証拠になるかってなるわけないじゃないか、改ざんとかそんなことがいっぱいあるのにさ。だからそういうルールとかそういうのちゃんとした上じゃないとダメだから、そんなもの分かりやすいことなんでやらないんだというね、そんなことやったって金にならないもんったらそれ待つわけでさ、ね、じゃあもう本当どうしようもないじゃないかって、成り立たないじゃないかってね、なんかこう新しいこと考えられねえやつはもうやめろと、ね、そんな感じがするよ本当に。もうだからその辺ではねひどいことになってるなっていう、まあそれはそれなんだけどさ、まあそんなことブチブチ言ってたって始まらなくて、まあとにかく今日一日なんとかねまた乗り切って、そうな、だからやっぱりね、片付けなきゃいけないものって結構あるんだよ。だからそれをこう少しずつでも整理していかないとね、やっぱりねいろいろとね、面倒なんだよ。あれどこにあったっけってね探さなきゃいけないからね。だからまあそこら辺のところをちょっとちゃんとやるっていうことぐらいかな1月はね。だから本当にねもう1月も3月4月ぐらいまでは本当にのんびりでいいんですよね。バタバタ騒がなくてもいいっていうことなんだよね本当はね。のんびりやるかって言いたいところなんだけどなんか落ち着かないね、雰囲気がそうだからさね、やっぱりみんなが走ってるところでは一人だけ立ち止まると、ね、それは妨害になるでしょ、ね、やっぱ走らなきゃいけないんだよ、ね、それがやっぱりあの民主主義っていうか人が多いっていうそういうことだからさ。まあでもね本当にまあそういう中でだから人間が動かなければ本当に静かなとても素敵な、空間なんだよ、地球というのはだけどね、時としてね時として地域としてねおかしなことが起きることが多い、ね、人が動いたりとかねわけのわかんないねそういうことが多い、変なものが飛んできてとかねそういうことが多い、だから何なんだっていうね、そういうことですけども、まあいろいろあるってことはあるんだけどさ、さて、なんかな本当にな、もう1月もう20日なんで、いいんだろうかこんなことでと思うよね。まあ暖かくなるまではね、まあ、鼻水垂らしてるし、寒いからね暖かくなるまでとは思ってんだけど、まあ、とにかく体調をなんとかしなきゃなと、とりあえずだからね、大きな大学の検査はね、とりあえずいいっていうかな、自分としてはねやっぱり体調悪いんだけども、なんか数値的にはね前回より下がってて、ね、この調子でいきましょうとかって先生言うんだけどさね、なんかちょっと違うなっていう感じだよな。であとやっぱり歯医者さんの方は歯周病っていうのが、まあ先月と比べたらあんまり進行してないからっていう話だよ。であとこれから来週緑内障の方行くんだけども、視野検査ってやつがあってさね、これがちょっと厄介なんだよな。っていうかすんげえ疲れるから、普通にこう例えばまるで、目の前に彼女がいて彼女をじっくり見るようなさ、そういう立場っていうかそういうことを考えてもらいたいんだけど、そこでさ、視野の中にさ光がポツッと出てくるんだよ。それはもう上から下から右から左からね、断続的にパンパンって出てくるんだよ。でそれを見て、光がパンと来たらチェック入れるのね。これがね大体10分から15分続くんだよ片目、でね、これがしんどいんや。ね、でやっぱりその視野が欠けてるとそれ見えねえからさ、おかしいなおかしいなおかしいなって思ってるうちに終わっちゃうんだよ。全然見えないんですけどったら、いや
ダメじゃんみたいなね、そんな感じでね、ま、前もちょっとひどかったんだけど、だからねやっぱりその辺がね、もう両目でかなりちょっとバランスが悪くなってて、ね、まあいい方はまだまだいいんだけど、悪い方がねちょっとというか、いい方が結構カバーしてくれるんだけど、悪い方がやっぱりね、めちゃめちゃね、きつい、バランスが取れないよね、両方で見るとね。まあ2つあった方が遠近感とかそういうものはあるんだけど、まあ、ボケたりボケなかったりとかね、だから遠視とか近視とかってわけ違うんだよね、ちっちゃい字が見えるとか大きい字が見えるとかそんなことじゃないんだよ、もちろんそれもあるけれどもね、それよりもやっぱりその視野が欠けるってやつだな、どの辺が見えなくてどの辺が見えるかっていうね、これ結構怖い本当にね、でまあ本当にあれですよ、ハメマラでしたっけ、ね、ハメマラってくるんですけど、やっぱりその通りにね、落ち込んでいくから人間はね、歯もね悪くなってボロボロになるし、目だって見えなくなるし、あと耳も聞こえなくなるしね、本当にね年を食うっていうのはねそういうことなんですよ。でそれもやっぱり若い時からまあ無理してたりとか、いろんなね、兄さんとかやっぱり耳とか完全にやられちゃうでしょ。だからまあそこら辺の部分をどうするかってことをいろいろ考えながら、まあ人生っていうのはね、いつまで、生きるんだろうかね、いつまで、元気になるんだろうか、なんかそんな感じがとてもするけどね、まあのんびりとね、ごまかしくんだよりもね、やっぱりやんなきゃいけないし、というか誰もやれとは言われてないんだけどね、俺がやるからね、結局はねそういうことだから、頑張ってね一回でも多くね、やらなきゃなというふうに思ったりもします。とまあ今日はそんな感じでいいのではないだろうかね、なんとなくね、今日風もないから多分これまんま使えると思うけども、どうかな、まあとにかくね、一回でも多く、そして、ね、年取っても1年でも長くね、1日でも長く1分でも長くね、まあ本当そんな感じです。はい。